沢村塾のことです。今日はですね、今久慈浜海岸に来ました。今日はまあ天気ってわけではないですけどね、非常に暑い日になってますね。はい、今日はですね、茨城キリスト教大学、経学部の、課外講座ですね、こちらの方がまあ、お休みということです。したがってですね、まあ、今日一日は、空いたんですけどね。でも、まあ、その代わりにね、中小企業の、ための、管理会計セミナーっていうですね、これは、茨城キリスト教大学で、今日ね、1時から、スタートするんですけどね、そちらの方に、出席をしてきますね。まあ、こちらもね、非常に、ね、僕自身も、まあ、興味がね、まあ、ものすごく、ね、ある、テーマ、ですし、青木学部長ですね、青木茂先生、の、まあ、司会、総合司会と、ね、いうことでね、まあ、非常にこう、楽しみにしているセミナーですね。はい、で、まあ、5冊目以降のね、まあ、本の話もね、まあ、着々と、進んではいるんですけどね、6冊目ぐらいですかね、6冊目ぐらいにね、うん、まあ、ちょっとその切り口のね、本を、切り口というか、その切り口をまあ参考にしたね、本をちょっとね、書きたいなというふうに思っておりますんでね、うん、まあ、それの、まあ、勉強みたいなものですかね、ネタ集めみたいな、感じの意味合いもね、入っておりますね。したがってね、まあ、今日は非常に楽しみなんですけど、まあ、海にね、今日来たり、まあ、午前中なんですけどね、10時半ぐらいですか、なんですけどね、まあ、久しぶりにちょっと午前中に、海に来てね、今日は早めに、ウォーキングをして、まあ、その後にね、茨城の方に行ってきたいというふうに思います。はい、では以上です。